どうも、倉田さんです。皆さん、ラストを楽しんでいますでしょうか？ゲーム内のね、設定を変えるだけで、サバイバルのね、生存確率が上がります。はい、ってことでね、サバイバルの生存確率を格段に上げるね、ゲーム内設定の3世をね、紹介していきたいと思います。まあ、全員がこの設定にして生存確率が上がるというね、わけではないと思うんですけれども、まあ、大体の人はね、この設定をすれば危機回避がね、できるようになると思います。ってことで、行きましょう。はい、ってことでね、まず一つ目はグラフィックについてなんですけれども、設定の、ここの、グラフィックですね。グラフィックのこの被写界深度っていうのがね、オンになっている人はオフにしてください。で、この被写界深度が何なのかと言いますと、今この画面を見ていただいたらわかると思うんですけども、これをオンにすると、この被写界深度をオンにすると、奥側ね、ぼやけてしまうんで、なんかのね、間違いでね、オンになってしまってしまうね。こうやって、オフにするとね、奥側がすごい見やすくなるんでね、オフにしてください。この動画をね、見ていただけるとわかりやすいんですけれどもね、敵がこう来た時に、敵がね、あんな感じに遠くにいる時に、オンだとね、ぼやけてすごい見づらいんですけどね。オフにするとね、敵もね、あの辺から来てるなっていうのが鮮明にわかるんでね、これは絶対にオフにした方がいいと思います。まあ、正直ね、オンにしていていいところがあるのかはちょっと私には分かんないんでね、オフにしとくのがね、推薦だと思います。二つ目なんですけども、二つ目は、オートダッシュの設定になりますね。オプションの操作のところで、このオートダッシュが初期はオフになってるんですけど、これオンにしてもらって、まあ、ついでに、耐性アイコンっていうところもオンにしとくとね、すごい分かりやすくなると思います。耐性アイコンをオンにすると、この、左下のね、自分が今どういう体勢でいるかっていうのがすごい分かりやすくなるんで、これはね、ついでで、別になくてもいいです。これ、オートダッシュをオンにするとどうなるかっていうと、左下見てもらえると分かるんですけど、走り始めて少し経つと自動的に走ってくれるんですよ、こうやって。コントローラー触ってなくても、自動的に走ってくれるようになります。で、これの何がいいかって言いますと、このオートダッシュ中にね、マップを開いても、走り続けられるんですよ。例えば敵にね、こう追われてる時に、あーってどうしよう、寝袋作ってここに一時的にもリスチ作りたいなみたいな、そういう時とかも、例えばインベントリ開いてもらって、ここで作成で寝袋を作りながら移動できる。本来ならね、この設定をしないと立ち止まって作成となってね、その間ね、敵に狙われて死んでしまうとかもあるんですけど、まあ、これだったらこうやって走り続けて敵をね、敵から逃げながらいろいろインベントリを開いて作成、クラフトしたりとか、あとはね、こうマップを開いて、こう今どこにいるんだっていうのを確認しながらね、お家に向かったりとか、後々ね、有利になると思うんで、もしかしたらね、このオートダッシュをオンにしなくても、走りながらね、クラフトとかマップを開いたりとかできるかもしれないんですけどね、1時間くらい探したんですけど、まあ、この方法しか見つからなかったんで、もしね、他にあった際はね、コメントいただけると助かります。最後に3つ目なんですけれども、こちらの設定の操作のところにあるコントローラーの設定なんですけども、スタンダードのね、この特殊アクションが L1 に振られてるのが結構いろいろあるんですけど、クイックドロップとか、クイックターンとか、いろいろあるんですけど、このヘッドロック。これをオンにしとくと、かなりね、生存確率がアップすると思います。PC 版だとみんな通常普通通りやってることなんですけども、こう走ってる時に L1 を押しながらこう周りをこう見れるんですね。これがないとこうやって周りを見たりとかして敵にね追いつかれちゃうんで、こうやってね左右をね確認することができるんで、このヘッドルックは本当にオンにしといた方がいいと思います。これがねあるかないかはね個人的にかなりでかいと思うんで、ぜひねここはヘッドルックに変更しておいた方がいいと思います。はい、ということでね、ヘッドルックの重要性が分かりやすいシーンなんですけども、
ここで敵が右側にいることをね、確認して、ヘッドルックで確認して、敵がね、弓矢を撃ってくるんですけども、ヘッドルックでこう確認して、タイミングをずらして、弓矢を避けたりとかしてね。ここで、一本ね、矢が当たってしまうんですけれども、ヘッドルックで確認してね、弓のタイミングをずらして避けることによってね、5本撃たれた弓のうちね、1本しか当たらず済んだんでね、全然こうやって生存確率が上がるんでね、ヘッドルックの重要性がわかると思います。はい、ということでね、今回の動画はサバイバルの生存確率をアップするっていうね、設定を紹介したんですけれども、これをね、設定するかしないかで、かなりね、生存確率に差が出てくると思いますので、ね、ぜひね、この設定にして、少しでもね、生き延びる時間を伸ばしていただけたらなと思います。ということで、普段はね、普通にサバイバルしてる動画も投稿していますのでね、よかったらね、他の動画も見ていただけると嬉しいです。お疲れ様でした。